可愛いね、つまちゃん。嬉しそうだね。うん。晴れたし、お庭行くか。ちょっと花粉があれかもしれないけど。待ってよ。よし。がついてる。ていうかこっちのアジサイついてるね。すごいね。これ何なのこれ。どうしたのつなちゃん。されるかもわからんだけど。鉄板を洗ったので、玉ねぎとか本来入れないけど、これと豚肉とキャベツとお好み焼き、これ多分お好み焼きができると思うよ。というわけでいただきます。いただきます。第二陣焼き始めました。焼きました。
無理やりだけどテープが剥がれてたからもうアクリルと木をネジで止めました。さっぱりしてる。うん、したと思うよ。どこに三島があるこれ？ん？ここにソーラーの。うん、ソーラーは分かるけど。じゃあ分かる。まあ、あーすごいね、こんなとこに。あと二つはどっかにある。もっと上の方にも来たかったのに届かなかった。はあ。ね、これエプロンとバランスボール。これツナちゃん、怒ってる。ってごめんね。だってほら空気出るやつだからツナちゃんこれ。やだって。やだね。やだね。やだよねツナちゃん。やだね。やめてくださいって顔してる。でも立ち向かってくるんじゃん。大丈夫で、ほらこうプチが押してるだけで、ほら、んそんな強い風が出てるの？あ、ごめんね、もうだ、もうしないから、つなちゃん、おいで、おいで、もうしないから、つなちゃん大丈夫で、つなちゃん死ぬんじゃないの、配下するように、不足で。なにこれ、この音。アメリカンな声がするけど、いいね。あ、これいいね。さっちゃん、公園行きましょうか？公園。公園、お散歩行こっか、じゃあね。久しぶりにこの重い移動した。そうだね。持ち上げる。結構重たいね。ボールに興味ない。
すごい声してる。すごい。ゴロンって寝転がってる。まだ子供だからかな。ああ。うん、大丈夫かね。あこんにちは。あこんにちは。あ、すなちゃん。すなちゃん。また来た。また来た。帰ってこれなくなる。いいね。塩コショウ？うん。ああ、うまそうです。あー飛び散った。嘘。ちょいただきます。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。通帳疲れたね。